カリーを壊し合いの試合展開、そうですね、まあ、剣2のコンセプトは簡単ですね、剣が逃げて、そうですね、両義もつなべもピカチュウ、ピカチュウルカリオだとしたら多分似たような立ち回りになる、おそらくピカチュウが翻弄してそこをルカリオは仕留める、はい、対するソニック、ルカリオもソニックが翻弄してルカリオを仕留める、まあ、どっちのコンセプトが強いか、あとはまあ個人の力が出てくるんでしょうね、ピカチュウは復帰阻止がすごい強いんで、ダメージがたまらないうちにルカリオを早期撃墜するっていうのも、はい、作戦のうちに含まれているんじゃないのかなと。スナベさん結構久々に僕大会で見ました。誰さんですか？スナベさん。確かにそうですね、あんまり毎回いる感じではないです。個人的にツーさんの双璧をなすぐらい強いルカリオだなって思ってるんですけど、久々に大会で見かけたので、まあ、過去に優勝もしてますからね。そうですね、ビューブラでも優勝してます。この4人おそらくですが割と身内ですね。ああ、そうですね、はい、仲がいいじゃないですか。このキーコン4つ作る瞬間が本当に毎回毎回ね、わあ、ルカリオが2体、はい、すごいゲームですね。これはだいぶ盛り上がりそうですね。ポケモンバトルと見せかけて1人違うキャラが、終点でやろうステージバンとか特にしてない、まさに提案、まあ、剣2 vs 両義もつ鍋、どちらが勝つか、ここなかなか見どころの多そうな試合になりそうです。ステージは終点、というわけでこれも勝者側の回数、なるほど、いきなりなるほど、そういうことですね、はい、仲良くお互い用事を思い出して下に、はい、2人でデートかな、楽しませてくれよとルカリオがわざと落ちることはこのゲームのチームではよくあることですね。そうですね、はい、開幕いきなり強くなるんでね、全員しかもフォーなんちゃらキーコンの名前が、はいはい、まだじりじりしてよく見えないけど、まあやはり剣と両義は逃げますね。そうですね、やっぱてかなんかルカリオルカリオとピカチュウソニックをやってるようにパッと見に、はい、もうすでに波動が最大、怖い、多分もうソニック撃墜されてもそうです、ね、おかしくない、端っことかで空中しろからさ大変なことになりそう、青の方のルカリオなら多分緑のルカリオに何かされたらすぐに飛んでるし、さあピカチュウもかなり、ちなみにこれケンさんとこの2人の違うケン2のチームについて聞いてみたんですけど、はいはい、割とあのルカリオが怒られて負けるパターンが多くて何か対策を考えないといけない、はい、なんか意外、なんかルカリオが怒られている方がなんか自分的にいいのかなと。でもやっぱりこのゲーム平気でクラウドとかいると 60% ぐらいで撃破されちゃう、そうですね、そういうキャラが多いからなかなか、ああ、マジか、 0% であんな、うわー、はい、えげつない、さあ剣が行きますね、ピカチュウ先に落ちちゃったのかなりでかいですよ、でかいですね、ここはもうケンソニックがひたすらファースト拒否をしていけば、ただの空中しろ、いや何が起きたのかわからなかった、もう多分緑のルカリオはルカリオの空中しろでやられちゃうんじゃないか、はい、しかし補正の乗っかり方が、さあうまい、そしてこれで殺しきりたいがちゃんと戻ってくる、行きましたね、いやー、怖い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 、もう何が起こってもおかしくない、怖すぎる、いやー怖い、さあルカリオ同士、いやー
っとつかみですね。空中下ハッケかなと思ったら、長い長い、かなり危なかったですよ。ハッケだったら絶対撃墜でしたね。空中しろ、さあギリギリ、わ怖い怖い、ここで落とさないと。そうですね、これどちらがルカリオを先に落とすかで勝負が決まってくるんじゃないか、はい、まあ、あーとうまい、このルカリオもう150と160、あっと、落ちない、重いルカリオ。さあピカチュウが先にやられてしまう、ここはルカリオ、うまい、うまい。さあこれはまだ分からない、これはおそらくルカリオだよね、はい、そうなるよね、これ剣が落ちたらもうやばいですよ、やばい。さあ緑のルカリオ、あーこれやばい、あー大丈夫。さあもつ鍋ルカリオバースト拒否が非常にうまい、あぶね、怖い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 、おお、これもルカリオには五分ですね、これ剣も下手にアップで通りいけない、おお落とし、マジかよー、あれいやマジでクラウドのダッシュへの2倍ぐらい飛んだけど、さあ決まって、こういう試合になるとは予想してたけど本当になるとは思わなかった。マジかよ今ダッシュ A で横綱みたいな、だって80なんぼでソニックが、まあ、微妙にベクトル怪しかったけど、ベクトル悪かったけどさ、確かにそれでもおかしいじゃん、あんなの飛ぶのか、すごいな。さあ破壊されたのは剣2でした。そして立ちたいが深く座りすぎて立てない、よし。試合内容を見る限り本当にどっちが勝ってもおかしくない試合だ、はい、一般的な試合の読み合いより読み合いの回数が著しく少ないですこのどっちが何回ルカリオに殺してもらうかっていうので、なるほど、ワンパンするだけして、せこいですね、せこい、落ちると見せかけてそういう読み合いもあるわけですね、はい、奥が深い。さあルカリオ波動が溜まっていく、おお、なんかまだ40いくつなのに、はい、飛び方が。さあ剣がもつ波に追い詰められているが、危ない危ない、しっかり着地を避けていく、はっ、あれやられちゃうか。でもおそらく、おお、うまいうまい、ゼロパーだったのでギリギリでしたね。さあ剣は、さあここは逃げられるか、逃げる、あーうまい、しっかり見てる、発見を決めて、さあ状況は5分、あっ、あーところ、やばすぎるなんだ今の、今巻き込まれた領域まで撃墜され撃墜されかねなかった。さあピカチュウが、あーってやってしまった、もったいないですね今。さあしかしここ緑ルカリオダメージが溜まってないから、なんとか稼いでほしい、はい、もし上投げで16くらい食らったぞ今あっさあこれ危ない、おお、もうルカリオはこっちもやられちゃう剣、はい、そうですね、あぶね、さあ来い、さあ相方の方に投げて剣に着地狩りを任せるが、降りてきてしまった、あーやばい、あーってこれはきついですね、これここを決めたい両下もつ鍋。さあしかしツールカリをしっかり見逃さずにフェースマークを見て状況5分に持ち直していく。さああとは剣とピカチュウのこの逃げ合いがね、そうですね、ルカリオミラーは正直もはや運ゲーと言っても過言ではないのでじゃんけん、危ねえ、ピカチュウ大丈夫、帰ってくれ。ヨギさんもケンさんもちゃんとストックを保持するっていう役割をしっかりこなしている、そうですね、保持していてもこんな2分か3分で試合が終わってしまうっていうどこか引っかかっちゃうといい、まだだって本当だ、3分経ってないんだな、そうです、すごいな。さあピカチュウが怖い、単純に剣に撃墜されるパーセントになってきましたね、これ。ただ両にピカチュウ逃げるのは上手いですね、上手い、あぶね、怖い。さあここは剣をちょっかいかけて、これは大丈夫、怖い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 、見逃してない、恐らく空中しろ、あっ、あーっとこれは、さあルカリオミラーまさかの
まさかのですね、これ。いやー、こういう展開になるか。さあ、うまく飛び落とした。ここは、うわー、怖い。あー、早く飛び込んで、さあ、一撃を決めていった。もつ鍋、もつ鍋両儀。さあ、1点読みの上スマッシュ外して。さあ、この通算俺シビルウォーで見たぞ。確かに。こいつのせい、こいつのせいと3人で2を煽っていく。いや、まあ確かに今のウエスマッシュは結構リスクリターンが、まあ、そうです。ただ、まあ、はい、そこで決めていきたかった。まあ、あれもルカリオの醍醐味だよね。はい、すごい試合だったな。さあ、両荷物鍋が優勝候補ケン2を破って、そうですね、トーナメント駒を進めていく。次の配信は誰かな。おそらく